佐山さん元気なの？元気ですよ。あのこの間も電話よくかかって、電話も今かかってきたりとか。でも別に今回ベルト取ったことは言ってもないですけども。なんで言われて？それ言った方がいい、言った方がいいですかね。お、よかったなって言ってくれるでしょ。そうですかね、ちょっと言ってないですけど。なんで言わないの？あの疲れちゃって、本当この撮った時にすごいやっぱりこう他団体に乗り込むっていうことで精神的にね疲れた。本当久々にちょっと疲れましたね。いくら相手は全然キャリア下でも後輩でもねありますけども、うん、僕は新日本プロレスから乗り込むっていうことで、負けたらまたね何やってんだって言われてしまいますし、うん、そういう部分ですごい精神的に、まあどっちもそうだろうね。久々に疲れました。本当に普段は、普段も疲れてます。トラちゃんは僕道場に東京にいる時はいるんで分かるんですけど、うん、8時ちょっと前ぐらいに来るんですよ、うん、でまだ若いやつが起きてないと鍵閉まってるんで、うん、トラちゃんが来ても入れない。で開けてってピンポンと、で開けたら大概トラちゃんで、おはようございますっつって、うん、もうこの時間練習来たのっつって、あ、まあ、朝の方がいいんで、他に人もいないし自由にできるからっつって、大会毎日来るんですよ。よっぽど暇なんだよお前っていうぐらい。あ、これ繋がるかもしれないね。小島選手も朝来るんだよ、うん、小島選手今ヘビー級のチャンピオン、そうですね、現時点、はい、で、トラちゃんも朝8時ほんと8時ぐらいに来るの、うん、ピンポンででっかい車でブワーッ、うるせえなと思ったトラックね、トラちゃんトラックじゃねえだろ。3トンぐらいの車で。お前運送会社だったの。後ろに石積んでね。え、でも本当に、本当に練習だったら2時間ぐらいするのよ。この年だよ。だからやっぱね、コンディション整えたり、シリーズなんか特に、すりゃいいのに、ガンガンやってんだよね。それは小島選手もそう。だから2人とも今チャンピオンじゃん。うん。だから練習は嘘つかないんだよ。で、見てもらったら分かったの、真っ黒毛でしょ、こいつ。うん。もう大概一日日焼けばし、30分から1時間あったんですよ。へぇ、汚れ取れないですよ、汚れ。汚れじゃねえよ、それも。何言ってんじゃん。いつも真っ黒になったら、赤いパンツ着てるじゃん。笑い子じゃねえよ。だから、8時ぐらいに来て、10時半から11時に帰るっていう毎日。練習やってるよ、この人は練習やってる。まあ、たまに帰るわけじゃないですけどね、そのまま朝けば行きます。マジで嘘です。嘘だよ。ほんと疲れるわ今回。すまないじゃん。え、こういう話をすればいいんですよ、ね、だって。え、どういう話だよ、こんな話したらねえや。控え室トークみたいな。控え室だいたいいつも控え室でこんな話しかしてなかったじゃない。しかしてないな。そうそうそう。若い選手はほらね、変な話ちょこーっとやればこう体も張るし、うん、ね、あれですけど、やっぱりもう僕たちみたいにだんだんね、こうキャリアを重ねていくと、人よりもやっぱりやらないと、人が寝てる時にやらないと、うん、師匠が佐山さんっていうのもあるから、そういうところではそういうのは昔傷つくか、新日本プロレスの昔の練習法とか、そういう考え方、精神は、うん、まあ、もう受け継いでるんじゃないかと思うよね、うん、だから元のトラちゃんは道の子さんからうちにっていう形になったけども、もう佐山さんにそれだけ新日イズム叩き込まれてるから、新日生え抜きったっておかしくないんだよね。うん、ライガーさんが引っ張ってくれたんですけどね、本当に。うん、ああ道の子さんにいて、うん、いやすげえいい選手だ、うちくらいのにっつって。いや、ライガーさんもとってもあれなんですよ、僕にとっては大切な方なんですよ。急に。いや、すごい大切な方ですよ。だって新日本にこう引っ張ってくれたのもライガーさんですし、僕の仲でやっていただけたのも重心サンダーライガー様ですし。急にサワーになった。本当はやめて。いや、でも本当にでもそういうことなんですよ、うん、本当ライガーさんがいなかったら僕今いないですよね、多分新日本。うん、いや、そんなことは、まあ、そんなことはないんだけど、まあ、そんなことはないんですけど。おい。どっちですよ。いや、まあ仲人をさせていただいたのも、させてもらったのも、佐山さんも、いや俺はいいよって言って、でいいよって言われたもん、トラちゃんはいや、やっとだって強く言えないから、うん、どうしよう、何人かに当たって誰もいねえから、もうしょうがねえ、ないからいいやって決めたって言って、うん、いや、そのことないでしょ。
やっぱり最初は会社の上司とか、うん、やっぱ社長クラスの方とか、うんうんうん、まあ、もちろん佐山さんもそうだったんですけども、うん、まあ、佐山さんは「いや俺は」って言ってたから、そしたらこうね、だ順番にこう3番目のライカーさんになって、だから何当たってんじゃん。いやいや、それはそれ言ったとおりなんです。ちゃんとライカーさんの名前もあったんです。あ、もう元々あったんですね。あったんです、もちろんもちろん。ただライカーさんがなんて言うかなと思ったら、あのもうすぐ心で引き受けてくれたので、あの、よかったなと思って。違う、こいつね、ほんとはしょって話してるけど話し方うまいんだよ。誰だ誰だって言うわけで全部ダメだって言われたんです。もうライガーさんしかいないんですみたいな。そこまで言われて、いやダメだっていうのもたね、うん、悪いなと思ったから、いいよと。結局が最後だ。おい、ほんとだよ。最後の最後。ほんとほんと。まあでも、あの、仲良くさせてもらって。して隠し。いやいやいや。でね、奥さんがまた綺麗なんだ。俺、その子のファンクラブの会長だったの。あ、でも当時言ってました。言ったでしょ。なんかあの、体大きくて髪の毛言われてる人怖い怖い、なんか毎日夜つけてくるって言ったスタンバってやつじゃないか。髪の毛言うってお前俺がでもね、本当に勝手に自称ファンクラブ会長に言って、なんかね、本当にうちの嫁さんもそうだったんですけど、ものすごく浦谷さんとか、あの、新入の方とかはなんかすごいすごい受け入れてくれて、素直でいい子だもん。うん、でもライガーさんの奥さんもいい方でね。おい、言うなよ、それじゃなんでですよ。お前のもう見えてんだよ。何がですか。先がよ、話の。またライガーさんは今僕ですよ、昔はすっごい細かったんだよつって、昔はねって、すごいこうライガーさん言って、今じゃさ俺一言言ってないからね。神さん、俺言ってませんからね。人言うの全部持ってるからね。ほんとお前やばいな。そんなことないっすよ。終わっていっぱいじゃあ言うよ。いや、何の話をしてるきたね。何の話をしてるか、ちょっともこの子供たちも可愛いね。二人、うん、いて、僕一応仲良くさせてもらったんで、一応あの福岡のジージーっていうこと。そうそう、本当本当。うーん、はい、でもまあもう上の子は今度高校受験なんでね。早いね、はい、この間あのあれが良かったんですよ、ジャニーズが受かって。ああ、じゃあ英検だ。体動いたわ、ね、心臓止まると思ってからびっくりしたわ。英検かい。英検なんか何級かが受かって。あれ、どっちかがプロさんになりたいって言ってんじゃない。二人ともです。あ、すげえ。湘南坊は鳴らした方がいい。いや、無理だって言ってんです。なんで。二人ともですよ。あの、学校行って、うん、お父さん、ちょっと青タンできてんだけど、なんだろうこれ。いや、青タンじゃない。シップした方がいいかなっていう、そんな程度ですよ。いや、それはこれからや。あのね、俺が言うのもあれだけど、湘南坊は本当ジャニーズ入れる。うーん、俺テレビのね、なんかコマーシャルでね、ちびっこが出てくるコマーシャルがあったのよ。あれ、これトラちゃんとこの子じゃねえって俺トラちゃんに確認したもん。このテレビ番組今やってるけどつって、これお前家の子かつって言って。だから違う。いや、そうだったんですけど言えないじゃないですか。え、どこまで本当なの。全部嘘だろ。いやいや、ぐらいすごいジャニーズも、だから俺マジ今信用したのさ。うん、ぐらいいい顔。うーん、お、手足長いしてで、下のはね、まあそっくり、やんちゃやんちゃ。うーん、もうクソだけだから。え兄弟タッグってもいいじゃん、ドリーファンクとテリーファンクさんみたいな。嫌なんですか、お子さんがプロレスだと。嫌じゃないですけど、あのほら、僕とかライガーさん見て分かるんですけど、チビだから、うちの子もそんな大きくならないと思うんですよね。ああ、でも奥さん大きいや、70ぐらいあるじゃん奥さん。嫁さんですか。うん、2メートル。そうでしたよ。入れようや、面白いじゃん。いや、でも大学出させないと嫌なんです。ああ、大学、うん、だって今のレッスンはほとんどみんな大学でですよ。え、そうなんですか。そうよ、今学歴、最終学歴大学だよ。へえ。仮に入ったとしてですよ、もしね、何か辞めることになってしまった場合、今度ほら高卒じゃなくね、困っちゃうんですよね。うん、だから大学院まで出てもらわないと。大学院まで行くの。
大学でいいじゃない、4年ですかね。そういう素晴らしいベルトの話を聞いたところで、あ、ベルト、はい、ベルトの話全然かけない、ベルトの話全然かけない、前半したか。まあそんなことなので、熱い熱い、ニューチャンピオン、タイガーマスク選手ゲストに今日はお迎えしました。4日後だっけ。4日後です。またタイトルマッチがあるらしいんですけど、はい、期待してますか。はい、はい、本当ですね、まあ、4日後に、タイトルマッチやって、またきっちり調子で勝ってベルトを戻します。本当にライガーチャンネル今までありがとうございました。今日最後ということでありがとうございました。最後じゃない、また呼ぶと防衛したら。あ、そうですか。お前負けようと思ったらもういいかなみたいな。いや、全然思わないです。お前、じゃあ、はい、4日後ベルト防衛したらまたライガーチャンネル来てもらえればと思います。ありがとうございます。はい、何本当に今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。